はい、皆さんこんにちは、チェでございます。 V サターンの三国志5パート51ですね、やっていきたいと思います。炎術さんね、援護攻めに行きまして、若干予想外のことがねチラチラありましたが、これで行きますよね。これ行っちゃおう。炎術さんがねちょっとうざいんで、あ、でも、ね、減らしてるような気がするね。趙飛さんはね、水耕を手に入れたんでね、水耕に切り替えていきたいと思います。やっぱりね、陣立てを持ってる人、で、さらにね、陣をたくさん持ってる人はやっぱり強いですね。趙雲さんはね、炎月ですね。この人も早く陣立てが欲しい。持ってなかったっけ？あとアイテムでも陣立て持ってたと思うんですよね。シュシュンさんか。シュスンさんね。スンさん。スンさんって言いそうですけども。そうですね。これでバリバリお尻をやっちゃいましょうか。もうやっていいよね。やらないとそろそろ、大使さんも危ないんでね。うん。ですね。さすがに、お、ジョコさんも動けるんでね。ジョコさんもガンガン動いちゃいましょう。で、劉備さんですね。ちょっと効果的な陣形があるかなと。あ、炎月持ってんだね、この人。炎月でいくか。1万9000持ってますもんね。炎月でいっちゃいましょう。魚鱗で突っ込んでもいいんですけどね、魚鱗。確実に全部山ありやっつけないとね、危なくなるんだよね。敵を囲み包囲すれば、え？あ、そっちか。あ、ダメだ。大志さん、ちょっと帰ろうか。なかなか強いね、キレイさんもね。キレイさん強いね。ちょっと、よろしくない感じがね、しちゃうので、ジョコウさんも、ジョコウさんもね、ガスガスいけるんでね。あ、カウンさん、した方がよかったかな。これ誰かな。あ、チョウンさんね。もうチョウンさんは、こっちかな。いや、でも結構ケツからつくっていうのは大きいんでね。からは大きいです。基本ケツからですからね。基本、ケツからですよね。大志さんちょっと辛いんで、辛いけど、こっからサイドに行きましょうか。もうね、大志さん休んでもいいかな。戦術は欲しいね。現実いらないんだけど、戦術は欲しいよね。はいはい。趙飛さんは、あれか。いや、趙飛さん、綺麗さんね。やっぱりね、魚鱗は強いね。防御が全然ダメダメだけどね。あ、でも頑張れてるよね、綺麗さんね。この後、関羽と引き分けるんですよね、確か。一騎打ちね。意外や意外ね。そうそうさんはここで。あと弓、チクっときましょうか。シュシュンさん。あ、いいですね。シュシュンさん、まだ1万5000もありますからね。陣形。いいのがないのよね。これ実はね。どうしよう。となると、こっちでね、つどつどケツからケツからをね、心がけた方がいいような気がする。ね。陣立て、そういう意味ではね、やっぱ陣立てってできる武将って強いですよね。はい。まだ後続来てますからね。はい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 。よいしょ。え、なんかできる？あ、よかった。同時仕掛けられましたね、今ね。来るか。半歩を捉えましたね。
おお、円月を覚えました、大神さん。おお、大神さん、ここまで成長してくれたらね、手放したくないよね。強いな、やっぱり。強いなぁ。じゃあ、そうそうさんで、やっちゃいましょう。強いなぁ。カウンさん。あー、カウンさん、後ろにいるんでね。これは一発ここかな。いや、カウンさんね。カウンさんは、カウンさん。カウンさんね、陣形変えて、水陣で後ろからつついきたい。水陣で後ろからつつきたいんですけどもね。あ、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。後ろからつつきたいんですけどね。良いはいいか。ああ、水陣ですよ。移動。ああ、いけないね。でもまあまあまあ、ないよりはいいんで。で、ジョコさん。うん。で、ジョコさんは次回は一斉攻撃用意ですね。はい。で、チョーンさんはサイドから行きましょうか。もうこれでキレイさん捕まえるかな？うん、捕まえれましたね。さあ、あとは劉備さんかな。よいしょ。チョーンさんがね、力余っとるでね。ああ、チョイさんに任せましょうか。ユビさんはそこまでしなくていいでしょうかね。うん。で、次一斉攻撃するんで、シュシュンさんは陣形を変えましょう。奇形にね。で、タイシーさんよく頑張りましたので、休憩出しましょう。はい。というところでしょうかね。で、リュウビさんは結構食らったので、移動、ああ、陣形ね。陣形で、応援にして移動しておきましょう。あー、しかしまああれですね、なかなか、よいしょ、なかなかですね。うん、なかなかだわ。あ、ね、ほう、我が策を見破るとは徐行か。演術さんごときでね、やられることないんでね。さあ、ここまで来たら、上皇さんで一斉攻撃いたします。はい、捕まえました。ああ、思ったよりちょっと消耗しましたね、予測よりは。あ、また炎王さんいた。炎王さんまたいたね。あ、竜王さんもいたんですね。ああ、炎王さんいたのか。もうそろそろ来るかな。はい、劉備軍が勝ちましたね。さて、ちょっと円のね、立て直しをしないと。円に残す人はいません。いや、円に残す人います。シュシュンさん、カンオン、サンジョコウさん、チョウンさん、タイシーさんですね。あ、古社人ね、この人、天員さんをやっつけた人ですね。天員さん、倉庫さんをね、やっつけちゃった人ですね。長君さん。おー、巡り合わせだろう。雷白さん。うん、おー、雷白さん、そうなのね。半歩さん。絶対に嫌だ。ああ、あまりね、綺麗さん来ないですよね。うん。ほんと、ここでいい人というか、能力は、まあ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 、ある人で綺麗さんぐらいですからね。あ、息子ですね、エインさんね。申し訳ないができぬと。あー、エインさん来たね。どうするのあんた。え、ほんとかお前、次裏切るなよ。ほんとに。そう、あ、倉庫さん。そっか、倉庫さんいたのね。え、竜王さんもいたのね。あー、炎術さん。ああ、しまった。うん、そうそう。ああ、よかったよかった。エンジさんは、さすがにね、召し抱えたくないんでね、切りましょう。こんなところで、志半ばで果てるのか、これが運命。玉璽持ってるのかな、この人、ひょっとしたら。ああ、でも、孫作のイベントがないから、ないか。
世に聞こえ真実、今ここに治安と。ということは孫作が玉璽持ってるのかな、あるとすればね。はい、歴史から姿消しました。さあ次は序章さんですね。序章さんを落としに行きます。 A の大衆ね、そうだね、主春さんだね。長安の大衆、そうですね、ライドさんが一番いいか。調査さんいいんですけどね、ライドさんにしときましょう。相性いいでね。さて家臣に褒美あげましょう。英語さんが93、チョークさんが86、1400かな。おお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 お、はい、なんとそれがしのこれからも忠義に励みますと。どうしよう、内政でもしようかな。虚勢二眼混乱の能力が、真理に召喚の能力が備わりましたと。大剣の勝負値もね、それなりに上がってきてますね。はいはい。はいはい。で、あれですね。出世ですね。将軍。張飛さんは、張飛さん結構上がってますね。徐光さんと。徐光さんもね、なかなか使い勝手いいですね。大志寺さん。で、確証さんまだ無理なのよね。確証さんちょっと戦闘に参加できてないので、そうですね。まあ、こんなもんですね。こんなもんですかね。誰かいる？いやー、上がれそうな人いないよね。エオンさん何できるんだろう、あんまりね。さあ。球児が秘宝、来た、主寸さん。主寸さんがね、主寸さんお亡くなりになりましたね。仕方ないよね。大将、カウンさんで。ねえ。そっか、縁の住民、何やら不穏な動きがあります。説得しましょうか。応じてくれました。主寸さんがいなくなったんですが、主寸さんの兵が予備兵になってると嬉しいな。スズンさんね、惜しい人を亡くしましたね。まあでもね、寿命だから仕方がないですね。ここ縁ですね。予備兵になってます。スズンさんのね、後釜の人が。じゃあね、家臣、でもスズンさんはよ、スズンさんね、もうよかったんですけどね。なんだっけ。エンホさん。今度、93かなんかですよね。700あげ、800あげましょう。もう裏切るなよ。ね。裏切るなというか別に裏切ってはないんだけど、次フラグ立てるなよっていうところですね。さあ、縁の町で、代わりにできる人。縁をさんに割ってもいいんだね。となると、10月か。担当ちょっと見ましょう。軍事じゃないよ。軍事じゃないよ。担当で、炎鵬さん人事である必要はないんで、もう人事はいいですよね。ここで、炎鵬さんは内政。で、そっか、もう長安も一人ぐらいしかいないのかい？ 6 人のね。6人いるんだけど、みんなこの状態なのね。そっか。早く強化しないといけないね。ごめんなさい。こっちだね。9400は心もとないね。というわけで、とりあえず、内政させるか。いや、巡殺だね。巡殺だ。そうだそうだ。巡殺です。エンホさんにね、させましょう。やばい。あまりいいね、セリフが。よかった。あまりいいセリフが出てるとね。ここはかわいそうだった国だからね、5万円着ときましょう。ね。ちょっと、あまりさすがにね、かわいそうな国だったからね、演術さんでね、依頼が。でも17万まで、きっと、
ね、はじめは、ね、もっと人数いたと思うんですけどね、この国ね。さあ、じゃあ、母兵をかまして、次、ジョショさんのところ攻めましょうね。さあ、先にね、でもこっちを、ちょっと、やっときましょう。カイオさん一人でそこまでか。内政しときましょうか。内政も結構ね、重要というかね、後をね、やっぱり、見て行く上でね。まだ商業値上がりますね、大剣はね。信用、北海、陳流、巨匠。あ、少ないね。少ないですね。ああ、本当にね、このゲームやってるとね、時間があっちも経ちます。もうね、いつもの時間超えちゃってますんで、ちょっとこの辺で終わっておきたいと思いますね。V サターンの三国志5パート51ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。